このペットボトルで屋根を作れるらしいです。この笹で作れるみたい。これここを切って、うん、で真ん中を切り開いて、でステープルを使って止めるので、交互に重ねるとそういう瓦みたいになる、うん、確かにペットボトルは強いもんね。そう、強い、ね、強いもんね、腐らない、うん、いいんだよね。こっちにもあるし、いっぱいある。で、このなんだっけ、これ発泡スチロール、うん、発泡スチロール、発泡スチロールはいっぱい集めて、うん、なんかこう海苔とかも混ぜて、うん、圧力をかけてこう合体できるんだよ、他の発泡スチロールと。それによって、うん、でそれを好きな形に切って、うん、暖房材、断熱材、うん、そうとして使える。そう、全部もうここここにある。そうそう、ちょっとレジャンド先生、おっ、どうなってんの、あそこ、おい、ちょっとセクシーポーズはやってるのは誰なんだっていう、誰がモデルなの。あれじゃない、なんか乗せたいんじゃない、あの人たちに。あの人の名前なんだったっけ。やべえ、ザバーンの時に欲しい。ちょっとザバーンの時、ザバーン、ザバーン入れようよ。なんかね、ほらモデルにしてんだよ。ザバーンがねえぞ。イエー、ブライかっけーから。It's over. I get really awkward in front of the camera, so we thought we'd. Ah.